いたします。東大から参りました、鈴木と申します。多層ミックスデータベース DB ケロということで、お話をさせていただきたいというふうに、思います。こういうようなデザインになってまして、まずコンセプトとしましては、ゲノムの変異が、例えばある、ジャームラインであったり、がん、ソマティックミューテーションが起こったときに、その周辺のエピゲノムだとかトランスクリプトームがどういうふうに変化しているかっていうのを検索できるようなシステムを、目指して、作って、ております。で、もちろん他の、データも検索できることにはなっておりますけれども、特に日本人の中でどういうことが起こっているかっていうのを、特徴にしようということで、日本人由来の細胞株であるだとか、日本人のその検体、日本人由来の検体だとかっていうのが特にフィーチャーされていると、いうような、理解で、ております。いろんな情報を集めて、実際にはなんでこういうゲノムの、変異がこういう表現形を取るのかということをバイオロジーとして理解できればというふうに思っているというようなところに、なります。というのがもう結論になってしまいますけれども、何ができるということで、まず他のデータもともかくとしまして、日本人の正常ノミックスのデータというのがここで取れるというようなことでありまして、欧米人に比べたら数はまだ少ないというところでありますけれども、最近民族背景等も問題になるところではありますので、こういうような日本人の肝臓だとかコロンだとかでどういうエピゲノムの状態であるかというのが、各種ヒストン修飾、DNA、メチル化、トランスクリプトも含めて、閲覧できると。これは、クレスターヘックで、収集されたデータを、まとめたものということで、ございます。あと、長年、国際医療センターの徳永先生なんかが集められてこられました日本人の竹、これは頻度情報になりますけれども、そういうものが検索できるということで、何が起こっているかっていうのが、その日本人の中で検索できるというような形に、なって、ございます。で、バイオ細胞のデータも広く集めておりまして、もちろん最大のデータベース、エンコードみたいなところに行くともっと多くの細胞のデータベースがあったりするんですけれども、なかなか日本人由来のものにフォーカスするっていうのはあんまりないことで、この日本人由来の細胞株で、これ肺腺がんの細胞株ですけれども、じゃあここで先ほどのようにゲノムの変異がどこにあって、で、バイオ細胞ですね、で、エピゲノムが基本的にはいろんな、局面で取れて、各種ヒストン修飾、DNA メチル化みたいなものが、後で出てきますけど、ロングリード、シングルセル、みたいなのもどういうふうに出てるかっていうのが統合解析できるというのが、売りといえば、売りで、あります。で、データコンテンツ、こういうふうに統合されてまして、部分的に、ダウンロードポータルから検索ができるというシステムに、なって、ございます。あと、使い方だんだん難しくなってきているというようなコメントもいただきましたので、各種、ページにビデオのチュートリアルも設けまして、ここをクリックするとこういうふうにデータが出てくるっていうのも、詳細に解説してあるというところでもありますので、まず、DB ケロというので、Google、していただいて、トップページに、このビデオをいろんなところに貼ってありますので、見ていただければというふうに、思います。あと、人だけではなくて、これなかなかまだ、言ってないところもありますけれども、人以外のものに関しまして、ゲノム支援っていうのも、データ産生センターとして参加させていただいているところでもありますので、せっかく作ったデータが散逸化しないというようなミッションも、私たちのところで背負っております。で、ゲノム支援で、支援させていただいた、データ、1000件超えますけれども、この各種生き物に対して、同じような形で、データ、ダウンロードポータルから検索ができてデータが取れると、のことに、なって、ございます。で、ここの部分に関しましては、むしろデータも取れますけれども、どちらかというと、こういう研究をやっている方がこの国の中にいるというようなことの情報っていうのも非常に大切かというふうに思っておりまして、そこの研究者と、橋渡し、みたいなことができると、いいんじゃないかというふうに、思っているというのが、データベースの概略で、ございます。ただ最近少し、私たちのところでの悩みは、いわゆる、オミックスの解析であればそれでよかったのかもしれないんですけれども、最近どんどん、その解析手法と、結晶技術というのが進化しているというようなことで、これについていただけ、いかなければならないということで、あります。典型はシングルセル空間トランスクリプトーム等のデータですけれども、これに関しまして、データが重くなっているということで、処理を、データベース上、こちらの計算機環境で全てやってしまうというのが非常に、困難。計算、もともとデータ量が膨大でもありますので、検索の項目も人それぞれというようなところもありまして、で、検索のツール、解析をするツールにしましても、もうネイチャーメソッドなんかにも毎週何十本、毎月何十本も載るっていうような状態でも、あります。ということで、まずブラウザーっていうのよりも、まずはデータがどういう形で出てきて、どういう使い方があり得るのかっていうのを、まずは、知っていただくというようなことも、私たちのデータベースの大きな使命ではないかというふうに、考えて、そういう面でも、整備を、進めて、まいりました。一例ですけれども、今、シングルセル、ネイチャーメソッドオブザイヤーの去年の、段階ですけれども、もういろんないろんな、レイヤーで、シングルセルの解析が、進むというようなことに、なって、ございます。
例えば昨年になりまして、マルチオームと称しまして、一つの細胞のエピゲノムとトランスクリプトオームのデータが同時に取れるというようなメソッドが出て、急速に広まりを見せております。これ模擬データですけれども、私たちのところのデータベースセンター、データ、産生センターとしての機能としまして、その健常者のじゃあシングルセルのマルチオームがどういうふうに動いているのか、血液ですけれどもっていうのを、50人、ずつ、検索、データの取得をいたしましたものを、データベースとして公開いたしました。例えばこういう形でシングルセルのデータ、これはブラウズできますけれども、こういう形で出ているというようなことで、例えばその何回かタイムポイント、1ヶ月にわたって、例えば3日に1回みたいな形で取ったデータとか持ちて公開させていただいておりまして、じゃあ個人のシングルセルの、そのプロファイルがどういうふうに変化していくのかっていうのを記載しているというようなことになります。で、折り圧縮というか折りゆくかわからないですけれども、コロナのワクチン接種というのもございましたので、それの例えばこの健常者1、接種日1日目、2日目、1回目の1日目、3日目なん、ちょっと荒れてますけれども、で、どういうふうにシングルセルのプロファイルが変わったのかっていうのも、一応検索できると。で、それが、個体間でどういうふうに変わるかっていうのも、日本人、これ、欧米人と日本人の間で異なるっていうふうに言われてますので、こういうのも、数はそんなに多くないにしても、見ていただけるというようなことは非常に大切なのかなというふうに思っております。で、最近またさらに複雑になりまして、いわゆる空間トランスクリプトームというようなものも始まってございます。先ほどのシングルセルレベルではないですけれども、その個々の細胞レベルのデータ、50個ぐらいの、数十個ぐらいの細胞のレベルを、病理情報にマップして使う、対応づけるというようなことであります。ここの組織のこれ腎臓ですけれども、どこの部分でどういう遺伝子が活発に活動しているかというのを、これ肺腺がんですけれども、フレッシュフローズンだとか FFP の、このものに対して、どんどんマージしていくと、というようなことも、盛んに行われていると、ということに、なって、ございます。ここの部分も、そのトラジェクトリーをどう書くだとか、そのクラスタリングをどうする、あるいはどういうふうな病理との重ね合わせを行っていくっていうのが、これも方式がないわけではないですけれども、実際に個々の解析、あるいは、その臨床像にも、寄ってくるというようなこともございますので、そこの部分はもしかしたら、データをまずお渡しして、委ねるというようなことを、少し考えてデータをまず配っているということで、あります。で、あと、最近だとロングリードっていうのが、ございまして、この場合はナノパワーのプロメッションですかね、精度が、99% になっているというものが、最近データとして、出て、きております。それに関しましても、配布をして、例えば、ガンゲノムでそれがどうなっているのか、スプライスバ、ガン細胞でのトランスクリプトームのスプライスバリアントがどうなっているのか、データだけは、出てくると。ただ、ゲノム、ブラウザーでこう見ていただいて、それを検索するというところまで追いついていないものに関しましては、あとはロングリードのメチル化ですかね。っていうのが、出てくるというのを、見ていただくというようなことを、やろうというふうにして、ございます。ただ、非常に不親切極まりない話でありまして、じゃあ、データ、もののデータだけ置いておけばそれでいいのかっていうと、さすがにそれではまずいということで、じゃあ、このデータをこういう形で、プロセスすると、お手元の PC で、ちゃんと表示できますというような、チュートリアルを先ほどのビデオの、隣に、置いて、あります。現実的にはシングルセル解析を例えばコピペできる、コマンドライン形式でどんどん、打っていただければ、それで、手元で、この解析ができると。そうじゃないと、こちらの計算機リソースが持たないということですけれども、そういうような、ものを、合わせて、配布しているという形に、なります。ありていに言いまして、最近のゲノムのデータ、倫理等もありますので、実は再配布ができにくいと、というものも、結構ございます。ということで、計算機の環境的にも、あるいは倫理的な規定としても、一度、自分、お手元の環境で、倫理の規定を通したものを自分で、取っていただいて、プロセスしていただく、いくっていうのが、一つのこれからのデータベースの形になるのかもしれないというようなことを、考えております。ただそれでコマンドラインだけ、コピペしてできるっていうのも、これも不親切極まりない話でありまして、例えば最近、今日、おととい、その、用土者の方にご協力いただきまして、そのさらに詳細にこのデータをプロセスしたらこういうふうになると、このコマンドラインの意味はこういうことであるというのを、先ほどの DB ケロに、置いてあるデータを模擬、データセットに、こういう教科書、東大式っていうのをおどろしく、これはなんか、アマゾンで上に、こうやすると上に来るらしいんですけれども、こういうような形で、教科書的なものを、出させていただきまして、これを読んでいただきながら、叩いていただきながら、自分のところで、見ていただくと、とい
ということをまずは最優先にさせていただきまして、でこちらの、まあ、そのいただいた時間でこちらの方のデータを実践実装していきたいというようなことを考えているというようなことであります。もしそれでもということであれば、私の方にメールいただければ、とことんまでお付き合いさせていただく覚悟でもおりますので、ぜひというふうに、思います。で、あと、その公的、なところ、あるいは、まあ、倫理等の問題、あるいは民間の企業で、外に出せないというようなことも最近、厳正のデータということであるということでありますけれども、そこも NBDC の補助をいただきまして、個別に作業ができる空間みたいな、決算環境というものを、整えたり、いたしました。例えば製薬企業と一緒に、ここ、まあ、アンダーグラウンドじゃないですけれども、ずっとやっていた成果っていうのも、そうは言っても論文になると発表するというような形で、いくつか公開を始めております。例えば製薬企業、この辺ですかね。あとは公的機関。多くの場合は、その薬だとか、倫理情報、人の臨床検体が前提になるというようなもので、あります。で、まずはデータだけでも、置いて、あります。見ていただいて、例えば、シングルセルのデータであるだとか、先ほどの、空間トランスクリプトムのデータ、ビジウムのデータであるだとか、ロングリードのガンゲノム。で、直接今年、追加に開発の、NBDC からお題をいただきまして、急遽実装したのは、先ほどの日本人の正常の健常者のシングルセルのデータのプロファイル。それの外的拡難、この場合コロナのワクチンを例にいたしますけれども、それとどういうふうに変わるのか、日常変動も含めてということで、こういう健常者がその日常生活でどういうふうに変わるのかというのはお題、あるいはこれお話できませんでしたけれども、がんのロングリードのシークエンスを読むと、いわゆるフェージング、その染色体背景がどういうところで変異が起こっているのか、そのエピゲノムがどうなのかっていうのは、父方由来、母方由来の染色体、基本的には別の分子ですので、お互いにその分子が独立であるのか、それとも違ったのかっていうのが、ロングリードで初めて解析が可能になるというのも、その、データプロセスレベルでは実装されております。でそれを、まあダウンロードいただいて見ていただくと。で、倫理の縛りをうまく回避しながら、見ていく、縛りって言ったらあれですけれども、そのプロセスを、ご自身のところで。で、それができるような形でということで、まずは知恵を絞ってデータだけでも、出しているということでありますので、ぜひ dbkero.hgc.jp までアクセスいただければというふうに、思います。ご清聴ありがとうございました。